私はなれなかった。悲しいね、全体的に。帰るべき天井の間際にして拒絶され、うなり、うめき、倒れる定め。誰か、この絶望と狂気を鎮めたまえ。めっちゃ苦しそう。なんか絶対的に悲しいね、こいつ。本当にかわいそうなんだけど。ちょっとこんな哀愁漂うっていうか、かわいそうなムービー珍しいね、モンハンで。 BGM も悲しかったもんな、全体的にシリアスな感じだ。血を持って解放させてあげるからな。てか、あいつもさ、この混沌具合自体もさ、誰か殺してくれって感じだよな。倒してくれって感じ、するよな。じゃあこれ捕獲して、クエスト終了は、悪手でしょうに。クリア、なんだ、討伐して終わりが、やっぱこいつにはいいんじゃねえの。よいしょ。この辺は普通のゴアだな。おい、なんだこのファゴ。お、怒った。おー、危ねえ。いやー、相手入んねえか、ギリギリ。あ、全体的にゴアだな、普通に。来るか。よし、ナイス鬼火弾。できるだけ様子を見ながら立ち回ろう。えい。おー、当たらん。まんまダブルクロス。よし。で、総理敵持っていくのが結構長かったな。オッケー。乗らずに、このまま攻めよう。様子見ながらでいい。あ、BGM ダブルクロスのやつだ。いいね。オッケー。早く本気を出していただきたいな。こいつは角がさ、出始めてからが本気モロだから、まだそんなに大したことがないっていうか、まだ全然本気じゃないんだよな、こいつ自身。方針があるもんね、俺には。あ、なんで2段階。お、来た。第1弾強化モード。恐竜化状態のゴアマガラの動きが多くなるから、俺がよくゴアモードって呼んでるやつ。ナイス。ちょっとガルクナークされてる感あるね。総流待機までが長かったし、麻痺がちょっと入りづらかったな。あぶれ、水に来たもんね。吐き主すぐなくなるな。ナイス。乗りますか。おバチャ、ありがとうございます。もつないぞ俺は。えい。見つめ合う下 A がいいもんな、ある程度泡出して。頑張れ見つめ、頑張れ。よし、回避からのよいしょ、フィニッシュ。もう一発入るか。多分頭殴ってこの強化状態を解除できるはずなんだよな。よいしょ。ナイスだけど、ちょっと見つめが見つめの主張が激しすぎる。ただいけるか。おお、よし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 。やっぱこうなると思った、サンブレイクの調整だったら。ダブルクロスと 4G でやってて、これマジで思ったわ。絶対こいつ携帯解除の時大弾入るだろうと思ってたわ。よいしょ。お、早い。お、第二形態シャガルモールだ。ん、これは前足プレスのやつか。ちょっとだけ挙動が違うね、過去作と。おすげえ、何今の、すごいド派手な、なんか引っかけのやつ。よいしょ。
え、ここで発動しちゃった。やべ、まずい、回避間に合う。おー、釣りたくねー、あぶねー。なんとかギリギリ回避間に合った。あ、逃げた。混沌の竜鱗、いや、こういう素材あるね、ちゃんと混沌ゴアの。ちょうど駆け抜き欲しかったからちょうどいいな。オッケー、ナイス、前足ダウン。ちょっと 4G とさ、ダブルクロスで予習しといてあれなんだけど、逆に動きが違うから四苦八苦しちゃう。逆に違うんだが、見覚えあるモーションはあるにしても、うーん、これ2回判定か。勝ってて苦しいな、若干。えい、ケツ、よいしょ、やっと会社行った。危ねえ。このしゃがるモードっていうの、地雷がそんな増えてないからな、ダブルクロスで。もなんて呼べばいいのか分からんが、あの携帯が強いな。紫色の角生えてるときは一番怖い。あ、もう熱い。すぐそうなる。なんですぐそうなっちゃうの、本当に。えい、あぶね、もう相手入ったんだ。これ当たらんやろ。なんで当たるねー。当たり、うーん、シャガラ前足の方が当たったの。よし、見たことない技が多いな、今までのこいつと比べて。あ、弱った。よいしょ。ちょっと攻撃当てづらい分時間かかっちゃったな。遊撃砲、あいじゃ、翼ダウンかな。このまま終わりにさせていただきますよ。えい、よいしょ。今週のヘルメットファイアフィニッシュ。よし、気持ちよかったです。やったぜ。いやー、でもちょっと借り慣れるまでが時間かかったな。7分14秒、なんとか無音声で借りたね。二律をまとう乱欲、3回剥ぎ取りか。おー、出た。はい、はい、そん、あ、はい、反する衝撃輪。ちょっとなんか釣られちゃうんだよな、この層の部分に。うん、報酬はなんか普通にって感じだな。これなんかしゃがるの素材とか出てくるのちょっとかわいそうだね。変異格、ギャラリーに新しいイベントシーンが追加されました。じゃあ、そういうとこ見るか。あー、でも結構、竜属性高いな。340か、それで。匠は2必要なのかな、切れ味を上げるためには。でも初めから中空入ってんだ。こっちの320はな、原種のゴアの眼数は、そう、初めから過信率 20% で、素紫出てんだよな。うん、なんかどっちも用途ありそうだな。百竜装飾品が中するなのいいな。出た、形容数。奮闘、強化。新しいの出始めたぞ。体力の赤いゲージが長いほど、回心率と属性攻撃力が上昇する。へぇ。じゃあ、福間共鳴とちょっと相性がいいのか。福間どこだっけ。俺、福間共鳴さ、ガンスだから全然使わねえんだけどさ。腕と足だもんな。で、胴体と頭で、奮闘つけれるから。うわー、なにこれ、なにこれ、奮闘がさ、頭、胴、腰なんだよね。で、福間共鳴、腕と足なんだけど。なにこれ。あー、だからギリギリ恐竜章入んないんだ。
あ、で、強化ってやつを見るか。早替えの書、青に切り替えると体力がすべて赤いゲージとなり、徐々に上昇。体力が一旦、緑ゲージが一番ミリの状態で全部赤になるってこと？赤いゲージが残っている限りダメージを受けても力尽きない。へえ、おもろ。力尽きないんだ。で、レベル2になると赤いゲージの減少速度が遅くなる。減少速度。なんだ、新しいスキルが、すごい、いろいろこんがらがってくるな。なんだこれ。逆恨みも使えんだもんな。強化。青にして、最下転覆と、使うのが良さそうだな。でも俺、福間共鳴全然知らないんだよね、ガンスだから。福間共鳴は、とりあえず、福間共鳴と強化の部位は被ってんだけど、福間共鳴も、青の時に攻撃を上昇させるっていう効果か。ちょっと福間共鳴若干似てるっちゃ似てんのか、これ。ケイオスの強化って感覚は。多分この奮闘っていうやつと合わせるのがいいんだろうな。一旦この奮闘が頭と腰固定だとして、まあ、生存寄りにしたい人は腕と足をこの強化採用で使う感じで、もう脳筋でバシバシやりたい人は、腕と足は福間共鳴するっていうのがいいのかな。腕と足がちょっと似た傾向のやつが増えたな。福間共鳴グループみたいなやつ。